駆逐艦の子たちとはよく遊んでいますよ。こう両肩に一人ずつ乗せて怪獣ごっことかロボットごっことかやってみたり、とても楽しいですよ。何か変わりましたっけ？私のサインが欲しいのかな？他ならぬ指揮官の頼みだ。特別に無料でくれてやろう。なんてな。このリットリオの真の力を見通せたなら、あなたのセンスが高い証明になるよ。甘えてくる妹は、なんというか、嫌ではない。なんと言えばいいかな。ひとまず、感謝、指揮官。仲間になったからにはインディアナポリスと仲良くしないと。でもあの子の姉は、やっぱり私海の中にいる方が。頑張りすぎは良くないっすよ。他の子も気を使って頑張っちゃ。最近流行りの何かもつけてくれたら。なんでもない。まあ今日も会いましたね。そういえばなんだかこの母校にやってきてからあなたとは毎日会っているような。指揮官ですから当然ね。能力上昇ね。戦場でちゃんと確認した方がいいのではなくて。能力上昇ね。戦場でちゃんと確認した方がいいのではなくて。
天の光は全て欲しい。目標発見、魚雷発射、ドカーン。どう？簡単でしょ。指揮官もやってみない？ビッグセブン、これは私の誇りの名だ。しかし残念ながら、かつての私たち戦艦の時代は過ぎ去り、新たな時代を迎えなければならないようだ。これ食べていいよ。千歳姉に新しい千代田を見せてあげたいな。言っとくけど、手を抜くなんて絶対に許さないわよ。やるからには全身全霊でちゃんと聞けっての。おいでね、後で目にもの見せてやるわよ。赤城と指揮官様は結ばれる運命なのよ。
一目で指揮官様こそ私が探していた方であると分かりますの。指揮官様の愛は赤城の胸の中でたぎっていますわ。指揮官様。